全身を包み込む映画体験。シャンクスの娘だもん。新時代はこ。ニューシーン、ウルティラ。新たな王となるのだ。息を飲む大スクリーン。穴があったら入りたい。まるで映画の中にいるような新感覚、ウルティラ。新横浜遊び場トイズカフェチャンネルへようこそ。はい、このチャンネルでは最新の映画、おもちゃ、アニメの情報をお伝えする番組です。はい、店長のケンちゃんです。さて、今日からですね、始まります。今回は映画館紹介ということで、おすすめの映画館を、今回ちょっと紹介したいなと思っております。私ですね、本当に年間100本以上の、映画を見るほど映画が大好きなんですけども、はい、今回はですね、そんな映画好きの僕が勝手に個人的におすすめしたい映画館を、ちょっと今回から、いろいろマヨクーマンと一緒に、紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、今日は映画館紹介ということでですね、今日第1回目の映画館紹介、場所はですね、今回は私、新横浜遊び場トイズカフェ、今日はおもちゃと映画の喫茶店からお送りしているんですけども、はい、この新横浜に近い横浜のちょっと映画館を、特集したいなと思っております。まずはですね、はい、今回紹介するのはセンター北にあるイオンシネマ江北でございます。はい、イオンシネマ江北というのはですね、すごいんですよ、この映画館。イオンシネマって結構いろんな種類があると思うんですけど、神奈川ですか？はい、神奈川の、はい、センター北という駅にあります。ブルーラインという電車に乗ると着くんだよね。そうです、ブルーラインの電車に乗ると着きます。それで、センター北なんですけども、はい、この映画館はすごいんですよ。僕この映画館で鬼滅の刃無限列車も見たし、ワンピースもレッドもこの映画館で見て、実写版ライオンキングもこの映画館で見ました。はい、本当にこの映画館ね、 IMAX、 今話題の IMAX とかはないんですけども、はい、ウルティラというセンター北にある映画館なんですけども、はい、ウルティラはですね、IMAX とは違って、イオンシネマ独自の映画なんですね。大画面で、大音量が見れるという、そんなウルティラがイオンシネマ江北にもあるんですけども、このイオンシネマ江北すごいのが、まず中に入ると、ロビーに千と千尋、ジブリの、たくさんの、なんて言うんだろう、ポスター、センターイオンシネマ江北に入るとロビーに、ジブリの今までの作品がずらーっと並んでるんですよね。でそれがすごくてですね、まあ本当にまずそこで圧巻なんですけども、まあ、おすすめポイント一つがまずそこですね、ロビーの、すごさ。そしてもうおすすめポイント2がですね、ここなんとスクリーン1番、ウルティラのスクリーンがある場所がですね、なんと2階建てなんですよ。今映画館の2階席があるってとこもすごく珍しいと思うんですよね。だからちょっとしたホール、劇場みたいな形に見えるんですよね。だから2階席から見る映画ってなかなか感じられないと思うんですよね。神奈川ではないんじゃないかな、多分そこしか、ちょっとちゃんと調べてないんですけども。でウルティラは独自にすごく画面をイオンシネマ江北の多分ね、多分映画館の方が多分独自に結構画面を大きくして、で音もすごい大音量で結構マックスぐらいでかけてて、すごくバランスがいい、なおかつこう心地いい音を流してくれるんですね。なのでここで鬼滅の刃、ワンピースレッド、ライオンキング見た時はすごく重点音と声がバランスよくて、本当に迫力あるね映画が見れました。名探偵コナンも見たかな。そうなんですよ、2階は席もゆったりしてて、でね、今ちょっと販売中止してますけど、まあ、飲み物が買えたりとか、そういうラウンジがあって、待合室もこうのんびりできるんですよね。もう本当に好きな作品を見るには贅沢なスペース。でもこの1本だって思う時、
この作品はここで見たいってものの時はぜひ4シネマ幸福で見てみてください。はい、ということでですね、今日はですねイオンシネマ幸福映画館紹介をしてみましたということで、ちょっとね、ざっくりとした、感じだったんですけども、このイオンシネマ幸福のウルチラぜひ体感してみてください。特に2階席ぜひね、いろんな映画館行くけど特に素晴らしいです。木も素晴らしくて音も素晴らしいです。ぜひ体感してください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。